では、人なし生物で学ぶ免疫について、僕らね、異物が体に侵入してきたらそれをやっつける免疫っていう仕組みがあって、で、敵に合わせて攻撃する方法を変えたりなんてする、そんな免疫を適応免疫なんて言ったりします、ね、自然免疫は基本的に異物をこう認識したりなんかはしません、ね、みんなと一様に防御する、ね、バリアを張って防御する、ね、それを超えてきた、ね、バイ菌に対して適応免疫が働きます。で、適応免疫の初めの第一ステップは抗原提示ってやつで、これがね、その抗原提示の主役、樹状細胞、まるで木の枝みたいな風な突起があるから樹状細胞。樹状細胞は抗原提示細胞の一つです。抗原提示ってのは何かっていうと、こんな風な外からやってきたバイ菌、ね、病原体などのバイ菌、この異物を触作用で取り込んで中で分解して断片にします。そしてそれを MHC と呼ばれるタンパク質の先端に乗せて、細胞膜表面に差し出します。これを抗原提示っていうんですね。抗原提示っていうのは、みんなこんなのが侵入したからやばいよっていうアピールだね。なんとかしなきゃまずいよって、今から適応免疫を開始させますよっていうアピールなんだね。だからこの樹状細胞っていうのは、樹状細胞っていうのは食作用を行う細胞の中でも特にこの抗原提示が主な仕事となる細胞で、自然免疫と適応免疫をね、つなぐ、ね、ここをつなぐ、エリート、ね、特殊な細胞であります。で、抗原提示によっていろんな細胞が働いて免疫が起こっていきます。